皆さん、明けましておめでとうございます。2023年1月1日がスタートです。今日は私の趣味の世界、ガーデニングの話から始めたいと思います。皆さん、スパティフィラムという観葉植物ご存知ですか私は自分の部屋のパソコンの横、窓際のところにこのスパティフィラムをずっと何年間も置いております。 白い花が清掃で美しいんですまあこれは私はすごく優れた観葉植物だと思っておりますまあ別名空気をろ過する発電所とも言われている観葉植物なんです NASA による研究でエコプランツ50に選ばれた植物ですまあベンゼンからアルムアルデヒトトリクロロエチレンアンモニアなどを溶かしてくれるんですね これらの毒素を吸うとまあ、呼吸疾患となり、アレルギーや喘息を悪化させるんです。さらにがんのリスクを増大させるんですね。で、このスパティフィラムは何しろ美しいだけじゃなくですね。空気中のカビの除去にも効果がある。私は非常に優れものだと思っております。ですから、自分のまあ。リビングなり仕事場なり寝室で。 この観葉植物を置いて自然と接したいと思う方にはこのスパティフィラムをお勧めいたします。でまあ人気の観葉植物というと、まあ、ポトスとかパキラとかサンスベリア、まあ、こういうのを置いてあるご家庭が結構多いですよね。まあ私は年の初めにこのスパティフィラムをお勧めしたいと思います。 この花はもともとは熱帯アメリカと東南アジア原産で、まあ、サトイモ科の,あの多年草の常緑の植物なんですね。まあ、湿地に自生しますが品種もいろいろありますであの。草丈はですね3 0ンチから8 0ンチぐらいまでなるんです。まあうちのはだいたい3 4 0ンチぐらいで、えーまあ、水が好きですので。えー それからまあ、いつもグリーンと白い花が心を和ませてくれます。今日はスパティフラムをご紹介いたしました。